皆さんこんにちは。2020年の CP プラスは残念ながら流れてしまいましたが、その時に私が、リコーペンタックスブースで、説明する話す内容だったものを今回は、皆さんに動画配信したいと思います。タイトルは GR で撮るストリートポートレートのすすめです。まず自己紹介です。松永徹と申します。高校から写真をやってまして、2014年東京カメラ部10選、15年、お台場レビューアー賞、16年日本カメラ年度賞ということで活動してたのですが、2019年の2月、そして10月に個展コントラストというものを、リコーのイメージングスクエア大阪、そして新宿ギャラリーで開催していただきました。私と GR の出会いなんですが、2007年に遡ります。GR-D シリーズという、今の GR は APS-C のセンサーなんですけども、さらに、小さなセンサーで、デジタルに、フィルムからデジタルに、カメラを変えた時の GR-D というものを2007年に購入しています。そして GR-D2-3 を購入し、2013年に GR を購入しました。2015年に原宿で GR デジタル10周年記念イベントというものが、開催されました。その時にリコーさんから、展示してみないかというふうにお誘いを受け、十数枚の写真を、展示させていただいたということもありました。そして2019年に GR3 を購入しています。実はこの個展コントラストはすべて GR、そして GR3 で撮影した写真で構成されています。まあ、以上のように、私の写真活動の中で GR というカメラがとても、かけがえのない大切なカメラだったということが分かっていただけたかと思います。まあ、今回、こういう機会を与えていただいて、GR の、魅力を、語れるというのは私にとっては非常に嬉しいことです。内容はですね、2つ、大きく分けて2つです。1つが GR をストリートポートレートに使う理由、もう1つが夜の白シンクロのすすめです。まず、ストリートポートレートに使う理由をそのロジックを説明する前に、私が GR で撮影した写真を、見ていただきながら、そのポイントについて話したいと思います。この写真なんですけども、見ていただいて分かるように、非常に 28mm という画角なんで、広く撮影できます。左奥がですね、柵とか階段、また光があって、ガチャガチャしているんですね。で、この柱のところに黄色いポイントがあります。一つは道路標識、もう一つがこの黄色いテープですね。まあ、こういったある意味、フォトジェニックな背景がまずあるという中で、モデルさんをちょうど光と影の狭間の真ん中に配置しています。で、右側にモデルさんを置いて背景をこのように置くことによって、ある意味、バランスの取れた印象的な写真になったかなっていうふうに思っております。で、この写真なんですけど、この写真も光と影がすごく印象的な場所で撮ってます。太い、この影の部分、そして白いペンキみたいなものが落ちている。この、柱と影のエッジでできているこの三角のポイントを左上に配置すると。そして右の方も雲と橋が水平に流れている。で、モデルさんを、光のスポットライトの位置に、座ってもらっているというような写真で、まあ、当然モデルさんを配置しながらですね、周りのこの背景に、気を配りながら撮影した写真です。で、この写真はですね、モデルさんのやっぱ立ち位置が非常に重要だと思います。また私のカメラアングルですね。
で、このモデルさんの位置がもうちょっと右に行ってますと、この橋と、重なってしまって、結局、背景に溶け込んでしまうようになってしまいます。モデルさんが目立たなくなるんですね。また、ここの芝生があって、芝生が剥げたところの道がですね、ずっとまっすぐ行って、この橋桁のところまで続いてます。ここの、やっぱり、この道も、なんとか、この画面の中では見せたいという思いがありまして、モデルさんが当然右に寄ってしまうと、ここの終点の部分が潰れてしまいますので、それを避けて、左側にちょっとずらしてモデルさんを配置しているというのがポイントになると思います。で、この写真はですね、すでに椿のピークは過ぎていたんですね。で、ただ一輪大きな椿がまだ残ってて、それ以外の椿は小さかったり、枯れてたり、あと地面に花びらがたくさん落ちているというシチュエーションでした。で、木漏れ日がいい感じで、この一輪残っている椿と、この落ちている花びらを照らしてくれてまして、この位置がまた明るくなってたんですね。で、モデルさんにここに座ってもらって、撮影したものです。椿の一輪と花びら、そしてモデルさんの関係をうまくバランスよく配置するってことに、注意しました。で、これ順光で撮ってますんで、モデルさんすごく眩しかったんだと思ってるんですけど、この手の、感じであったり、この目を細めてる部分っていうのが、まあ、ある意味この写真にとっては自然な、写り方、自然な表現に、モデルさんの表現になったかなっていうふうに思います。一転してこれは夜の写真なんですけども、実はこっちの左側に白いディスプレイ、広告のディスプレイがあります。これが LED ライトのような照明のような働きをしてまして、非常に光が綺麗なんですね。で、モデルさんに立ってもらっています。で、それだけではあんまり面白くないんで、通行人も入れようということで、入れたものです。ただそこもただ単に入れるのではなく、シャッタースピードを落とすことによって、歩いてる、通行人をぶらしてます。モデルさんが止まっている静の状態、通行人が歩いてぶれている動の状態、この静と動のコントラストというのをテーマに1枚の写真に収めたものです。ということで、写真を見ていただいたんですけども、ここで改めて、GR をストリートポートレートに使う理由についてお話しさせてください。まずその1、使い回しの良い GR。で、GR の特徴は小型軽量というのがまず大事に来ると思います。ここに GR3 のスペックが記載されていますが、ポケットにまあ入る大きさですし、軽いんで、それが大きな負担にならないということですね。そして機能的なデザイン、これは具体的に何かと言いますと、片手で電源オンからセッティング、シャッターを切るまでの動作ができてしまうということです。これがやっぱできるというのは非常に使い回しという意味では大きな武器になると思います。では、撮影上この2つの特徴がどんなメリットを生むのかということを説明します。1つが威圧感の低減です。これも写真を見ながら説明します。この写真はですね、横断歩道をモデルさんが歩いてもらって、僕がそのちょっと前を歩いてます。同じ方向に歩いてるところですね。で、僕が振り向きながら撮影したものです。で、これ GR で撮ってるからなんですけど、もし私がこれ大きなカメラで撮影してたら、もしかしたらこの通行人の方がそれに気づいたかもしれないですね。そうすると、それをそっちに目線をくれてたり、または、そのアングルから逃れようとして不自然な、動作になってた可能性があります。でも GR は非常に小さなカメラなので、
周りの通行人の方が気づかないで写真が撮れるということになります。自然な写真が撮れるという意味では、大きなカメラではなかなかこの写真は撮れなかったんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、もう一つは振り向きながら、まあ、撮影してますんで、簡単に片手で撮れる GR というのが大きな武器になるということです。つまり、まあ、小さなこの GR じゃなかったら撮れなかった写真じゃないかなっていうふうに思います。で次に、この小型軽量と機能的なデザインによってアングルの自由度は非常に高いということが言えます。この写真は海の浜辺で撮ったものなんですけども、3分の1を占めるこの波の形というのが大きなポイントになります。で上から下に撮りたかったんですけども、当然モデルさんはしゃがんでもらって私は上から撮ってるんですが、単なる上から撮ってるだけではなく、実は背伸びをして、手を、空に、向けて伸ばしてですね、その先にカメラがあって撮ってるということです。で通常であればですね、大きなカメラだとなかなかカメラの操作という意味では、そういう、非常に不安定な形で私が撮るとですね、なかなか撮れにくいし、そこではカメラの操作に集中しなきゃいけなくなるんですけども、GR で撮ってる場合、まあ、非常に、手軽にサクサク撮れるので使い回しがいいんでね、そういう意味では、カメラの操作というところに全く集中することはなく、この波の形であったりモデルさんの表情という部分を、に集中しながらですね、撮れた写真です。ということで、使い回しの良い GR ということで説明させていただきました。で、このその1というのはどちらかというとですね、どちらかというとというか、あの撮影者の負担を減らして、画面の構成とか、背景、モデルさんの表情、光と影、そういったものに集中できるという話でした。で、その2の、鍛えてくれる GR なんですけども、こっちは逆にですね、撮影者に GR が若干不便な部分が負荷になってくる。でもそれは実は撮影のスキルを上げるためには大切なことだという話です。GR の特徴は 28mm の単焦点の広角レンズです。そして APS-C サイズのイメージセンサーとなります。28mm の単焦点の広角レンズは当然ズーミングができませんし、レンズ交換もできません。まあ、28mm の広角なんで、ピントの合う範囲は広いですし、フルサイズのセンサーに比べると APS-C のサイズはの、イメージセンサーは当然被写界深度が広くなります。このズーミングができない、レンズ交換もできない、ピントの合う範囲が広いというこの2つの特徴が撮影上どんなメリットを生むのか。一つが、自ら動き、デフォルメ調整。これは何かと言いますと、ズームレンズで、またはズームがついているカメラで撮影した場合、モデルさんと自分、まあ、モデルさんを撮ろうとしたときに、自分が全く動かなくても違うアングルで撮影することができます。つまり、ズーミングをすることによって画角を変えるということができるんですね。でその時は、カメラマンは、位置も変わらず、高さも変わらずというようなことで、とりあえず撮れてしまうというのがある意味罪悪です。GR は 28mm の単焦点、しかも 28mm の広角なんで、結構デフォルメが入るんですね。ちょっとアングルを変えるだけで、その画像の歪み方というのが大きく変わってきます。つまり少し動いただけで画面が変わる、画像というかその映り方が変わってしまうんで、とにかく自分から自ら動いてですね、最適なポイントというのを調整していかなきゃいけないというのが、課せられます。ただそれは、当然ですね、カメラマンにとっては非常に大切なポイントです。
で、そこを28ミリの潔い単焦点だと、自分がそのスキルを上げることができると。それを自分から自ら動いてです、能動的に動いて調整するということが、自分を鍛えることになるんじゃないかなっていうふうに思います。この写真がまさにそうなんですね。実はこの黒い手前のところが、自転車のペダルです。そして車輪があって、モデルさんがいて、階段があって、抜けたところに空があるという構図ですね。で、写真はまあ、そもそも平面ですので、それをなるべく立体感を持って写したいというときに、この前ボケ、モデルさん、そして、奥行きという部分の、立体感を持たせるような構図になっています。通常であれば、ペダルをね、なかなか映し込むってことは考えないと思うんですけども、この GR の場合、地面に GR を置いてですね、これ撮影してます。もし大きな一眼レフで撮ろうとした場合、僕は多分この構造を探せなかったんじゃないかなって今でも思ってます。特にモデルさんがちょっと前かがみになってくれてる時に撮ってますんで、この奥行きをモデルさんが潰すことなくですね、いい感じで、撮影できているというふうに思っています。で、次にピントの合う範囲が広いということはどういうことかというと、背景がぼやかすことなくきっちり写ってしまうということです。85ミリであったり135ミリで開放で撮って背景がぼやぼやにぼけている写真というのも私自身も撮りますし、それは全く否定してないんですけども、GR の場合はそういうことができません。ピントの合う範囲が広いんで、背景もきっちり写ってしまうというのが特徴です。ということは、写り込んでしまう背景もちゃんと鑑みて、構図の構成を考えなきゃいけないということで、この構成力というのがカメラマンは、スキルアップできるんじゃないかというふうに考えています。まあ、この写真がそうなるんですけど、この白いガードレールが奥に向かっている部分、この金網も奥に向かって、道も奥に向かっている。そして上の情報にはですね、鉄道の、線路の橋があるという、背景になっています。で、その背景の中に、当然これボケてあんまないですよね。むしろこの奥の方にある人影まで映っていると。いう中で、モデルさんをどう配置して、背景を生かしながら、モデルさんも生かすというような、構図を、どう探すかっていうのがポイントになってくると思います。つまり、構図の構成力というのが問われてくるということですね。ということで、鍛えてくれる GR ということでお話しさせていただいたんですけども、その1は、先ほど言いましたように、撮影者が、負荷を軽くして、モデルなり、背景に集中できるというのがポイントだったんですが、このその2の方は、逆にですね、GR からプレッシャーをかけられることによって、撮影者がそれを克服して自分のスキルにしていくというところが、大きなポイントかなというふうに思います。当然ですね、ここで得たスキルというのは GR だけじゃなくて普通の一眼レフ、他のカメラを使うときですも生きてくると思いますので、そういった意味では GR をストリートポートレートでガンガン使っていくっていうのは、僕はぜひ、皆さん挑戦してもらいたいなっていうふうに思います。で、この写真もそうですね、広告が壁にデーンとあって広く撮れる GR でどこまで入れてどこで切るかという部分、そしてモデルさんとのそのマッチングをどういうふうに持っていくかですね。モデルさんがこういうポージングしたときにどこでどう切る、この場合ですとこっち側、左側をモデルさん見てますので、ちょっと左側を開けるとか、そういうところを瞬時に判断して構図を切り抜いていくということをしていかなきゃいけないということですね。この写真は非常にオーソドックスに見えるんですけども、モデルさんを中央に置いて、まあ、ある意味日の丸構図です。ただ、この日の丸構図も28ミリですので、かなり寄ってます。だから、まあ、逆に迫力のある写真が撮れたのかなというふうに思っています。
ただこの中でもやっぱりモデルさんの位置であったり、この光と影の背景、バックをどこまで入れるかですね、右奥のこの端雲、まあ、こういったところにも配慮をしながら、ストレートに撮っていくっていうような、感じですね。でこの写真はエスカレーターで撮ったものです。見てお分かりのように上に橋がかかってて、横に建物があります。でここの奥の方にも建物が見えると思うんですけども、正直言って、このモデルさんの頭の位置はここしかなかったんだと思います。これより上に行ってしまうと橋とぶつかってしまいますし、これよりあんまり下に行くとですね、上がちょっと空いて、バランスが悪くなる、または下手するとここのエッジによって首切りになると、このエッジによって首切りになるケースもあると思うんですね。そういう意味では、この位置がこの構図だったらベストだと思います。で、これエスカレーターなんで止まってるわけじゃなくてですね、動いてます。モデルさんがどんどん、まあモデルさんが動くんですけど、まあ、背景も動いていくように見えるんですけど、その、モデルさんと背景とのバランスがどん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 変わっていく中で、一番ここだっていう時にシャッターを押さなきゃいけないということです。で、この辺ですね、GR というカメラはスナップに非常に強いカメラというふうに言われてますので、その辺のスナップに強いところがですね、うまくこのポートレートでも活かせたんじゃないかなというふうに思ってます。で、この写真なんですけど、この写真のポイントはですね、この怪しげな雲ですね。そしてこのあぜ道が奥に行って、この雲のところと、なんだろう、合うというか、このあぜ道とこの雲のバランスが非常にいいなと思いました。で、当然モデルさんはこの場合ですね、このあぜ道を殺さず、雲との位置という部分も、絶妙なところに置かなきゃいけなくて、まあ、そういう意味では、縦位置にして、右にモデルさんを配置することによってですね、左のこのあぜ道と雲の、バランスをうまく取ると。で、全体の構図を整えるということに、心がけました。で、ここから、第2部の夜のスローシンクの進めについて説明します。で、ここからはですね、スローシンクロの話ですので、写真に、全部その撮影のデータを載せてます。SS と書いてあるのはシャッタースピードのことです。この場合、シャッタースピード1秒、絞りは F4.5、ISO 400です。で、1秒で撮ってますが、これストロボも焚いてるんですね。ストロボを焚いてることによって、モデルさんは止まってるんだけど、背景がもわもわ動いてるというような印象的な写真です。これもまあ同じ、これは4分の1秒なんですけども、モデルさんは止まってるんですけど、自転車であったり、横断歩道を待って歩き出そうとしている人たちは、ブレてるというような形です。で、私自身ですね、1枚の写真に時間の概念を入れ込むというのが、やっぱりできるというのが、スローシンクロの面白いところだと思ってます。なかなか動画でもこういうのは撮れないんで、一枚の写真で時間の進行も一緒に見せるというような、やっぱこの技法には僕は結構こだわってずっと撮影してます。で、これもですね、モデルさんにこれ振り向いてもらってるんですね。だから髪の毛が少しもわもわと、ぼやけてる。そして1秒なんで、周りたくさんの方がいらっしゃったんですけども、もう残像しか残ってないというようなイメージですね。で、この写真をもとにですね、このスローシンクロと言われているものはどのように撮影するのかというからくりを説明したいと思います。で、これ、右に書いてあるのがこの写真の俯瞰図になります。これ GR で撮ってまして、内蔵のストロボを発光させてます。で、モデルさんの位置はですね、レンズから見て背景より暗い位置に立ってもらってます。で、当然 GR とモデルさんの位置は
距離が短いんで、ストロボの光が届くんですね。だから暗い位置に立ってもらってストロボを発光してますんで、そのストロボの光でこのモデルさんが映り込んでるということです。でストロボの光は約250分の1秒です。つまり、このモデルさんが止まって見えるのは、シャッタースピードは1秒なんですが、実はその中の250分の1秒で止めてるということになります。でそれに対して背景はこのネオンのように非常に明るいんです、モデルさんの位置に比べると。ただストロボの光が遠いんで届かないという中で、カメラの設定通り1秒で撮影していることになります。それによってモデルさんは止まってるんだけども、つまり250分の1秒でモデルさんは止まって映り込んでるんですが、背景は1秒で流れてるというのが、スローシンクロのからくりとなります。でそれを把握した上でもう一回写真を見ていただこうと思います。でこれは個展で実はこのモノクロバージョンを展示してたものです。この場合ですね、この奥に、道があって光ネオンがあるんですけど、そのネオンの位置とモデルさんの位置ですねというのに、が被らないように、うるさくならないように、この青い、クリスマスツリーの LED みたいなものもうまく取り入れながら、モデルさんの位置を決めました。またこの、矢印ですね、矢印の標識もこれ偶然なんですけど、ここにあってよかったかなっていうふうに思ってます。でさらにこれを撮影しようとした時に偶然自転車が通りかかりました。ここにうっすら映ってるのが自転車の車輪なんですね。で、0.8 秒で撮ってる部分と、ちょっと距離があったんで、ストロボの光があんまり届いてないんで薄くしか映ってないんですね。それはそれで、良かったかなというふうに思ってまして、この写真を見たときに、この自転車の残像が残ってるのと残ってないので言った場合、やっぱり残ってる方がアクセントとしては、写真としては面白いんじゃないかなというふうに思います。これも もちろんですね、自転車は仕込みで、走ってもらったわけではなく、本当に偶然通りかかったときに、自転車の走る位置をうまくタイミングを合わせて、撮影したものです。モデルさんもいいタイミングでこういうポージングしてくれたんで、僕としては非常に満足のいく一枚になりました。でこの写真なんですけども、これ実はですね、カメラを振ってます。 GR 振ってます。このツというひらがなのツみたいなものがいっぱい光の残像というか軌跡で残ってるんですけども、カメラをツッという形に僕は振ってるんですね。でこれ先巻きシンクロで撮ってますんで、このポイントでシャッターを押してストロボが光ってます。そしてストロボ光り終わってから、僕がカメラを振ってここで止めてます。で止めてから 0.5 秒ぐらい、つまり、ここからここまでが 0.5、 止めてからも 0.5、 合計1秒ということです。で、ここでシャッターを押して、ストロボが光った時に、このモデルさんの顔がはっきり映ってると。で、次に僕がカメラを振ってるんですね。これモデルさんが動いてるんじゃないんですよ。僕がカメラを振ってるからモデルさんが動いてるように見えると。そして、ここで止めたところが結構長く 0.5 秒で止めてたんで、残像が、ストロボ焚いた時に比べるとだいぶぼやけてますけども、止めてた分、ここに残像が残っているというような、写真です。で、このように、ただ単に、普通に撮って動いているものを止める、流すだけじゃなくてですね、カメラを振ることによっていろんな表現ができるようになるというのが、またこのスローシンクロの面白いところだと思います。で、この写真がですね、これ実は大阪の個展ではこの写真まだ撮れてなかったんで展示できなかったんですけど、新宿で展示したものです。モノクロにはその時もしてたんですけど、今回はカラーで、皆さんにお見せしてます。でこの写真が非常に私にとってはチャレンジングな写真です。
通常こういうだけ光があって上から下にカメラ振ってる場合ですね、どうしても光がモデルさんに被ってしまって、いい写真にはなかなかなりにくいんですけども、このケースですと、まあ、光は流れて滝のように上から下に流れてはいるんですが、モデルさんの、顔も潰さず、またこの流れている感じとこのポージング、またこの目つきというのがうまくマッチした写真だなというふうに思ってます。でカメラをこれは上から下に振ってるんですね、僕は。でそれによって、光が上から下に流れているように見えると。そしてまたここに光が、わしゃわしゃ溜まってるように見える部分ですね、まあ、もしこれが滝だったらここに水がバーって滝壺みたいに流れるよ、溜まるような感じだと思うんですけど、これがなんでできたかっていうと、実はこれ水溜まりなんです。でここにも水溜まりがあったり、ここにも水溜まりはあるんですけど、実は雨の日で水溜まりがある日だったんですね。だから、ここに、ここにある、上にあるいっぱいのその光が反射してて、光がいっぱいあるように見えるというのがポイントです。でただ今偉そうにポイントって言ったんですけど、これもう一回撮ってくれても多分撮れないと思いますぐらい、難易度が非常に高くて、狙って撮ろうと思ってもなかなか撮れなかったものがたまたま撮れてしまったという写真です。で最後なんですけども、これ実は失敗作を最後に持ってきました。これ何かっていうと、今までのスローシンクロは全部ストロボを焚いてたんですが、これだけですね、ストロボが未発光でした。未発光にしようとしたわけじゃなくて、電池が少なくなってて、ストロボが光らなかったっていう、ミスなんですけども、ただ、光ってなくてもですね、モデルさんの動きが非常に、同感があって見えて、なかなかエモい写真になったんじゃないかなっていうので、最後に持ってきました。で、このようにですね、このスローシンクロという技法は、偶然性というのが非常に高くてですね、たまたま撮れなかったり撮れたりする部分があります。で、その最初に説明していた話の方はどちらかというと、映り込んでしまう背景がはっきり映ってしまうので構造もちゃんと考えなきゃいけないとか、まあ、そういう話だったと思うんですね。でそれはどちらかというと偶然性というよりも必然で、計算して構図を整えてうまく撮りましょうって話だったと思うんですけども、このスローシンクロの方はむしろ逆で、偶然の要素がたくさんあると、後ろに自転車が走ってきたり、このようにストロボがたかれなかったり、非常に計算しにくい部分がいっぱいあると思うんですね。だからそういう意味では、写真のアプローチとしては必然と偶然ということで真逆のアプローチではあるんですけども、この GR を使うことによってですね、その両方が楽しめるという部分が、一番皆さんに言いたかったことですね。ということで、GR でストリートポートレートを撮ると言っても、まあ、あんまり、GR がポートレートに向いてると思う人はあんまりいないかと思うんですけども、なかなか GR で撮ることによってメリットがありますんで、皆さんもぜひ GR で挑戦していろんな写真を撮ってもらいたいなっていうふうに思います。私からの、お話は以上です。ご清聴ありがとうございました。それではまた。